7月15日の日曜日、10時開店の店の前に徹夜組を含めて3700人の人が並んだ。風が強い朝だった。僕らは5時間半並んでライフキングの伝説4を手に入れた。うん、やってるよ。さっきミノツに電話あった。まだそこまで行ってないって。レベル上げてんじゃないの。え、そんなことないけどさ。
ごめん。ちょっと待って。電話入った。もしもし。あ、お母さん。ちょっと待って。もしもし。悪い。母親。一度切る。ごめん。ライフキング4のオープニングってすごいんだ。今までのと全然違うの。こんなのいつもらってきたのよ。昨日。なんですぐ見せないのよ。なんかキャラクター動かすのがすごい難しいんだ。ちゃんと聞きなさい。こっちは何？塾の進路相談。4年生以上希望者のみだって。行ってみようか。いいよそんなの。どうして？行かないより言っといた方がいいでしょうが。塾の夏期講習の申し込みはどうするの？する。いつ？明日。塾で？そう。もう電話はいい加減にしてよね。はい。作ったソフトだって。ミスったら最後だって。めちゃくちゃ燃えるよな。ライフキング4、お兄ちゃんと俺と一個ずつ買っちゃった。やべえ。うちのライフキング4大丈夫かな。お前のライフキング4、呪いかかってんじゃねえのか。かかってないよ。呪いがかかってるかどうかわからないのにどうして違うって言えるんだよ。そういう自分はどうなんだよ。呪いのかかったライフキング4、ノーライフキングって言うんだよ。ノーライフキング？ライフキング4と見分けがつかないんだって。最後の暗黒迷宮まで完璧に解いたやつがいてさ。もう？すげえ。ところがエンディングの直前で心臓麻痺、血のゲロだって。呪いがかかってるかどうかわからないんだよ。ライフキング4とノーライフキングは見分けがつかないんだよ。どうすんだよ。どうしようもねえよ。はい、右に寄って、2列分ぐらい右に寄りましょう。はい、右に寄ってくださいね。こんなゲーム誰が解くんだよ。誰か。いじめられっ子は弱いから先に死んだりして。呪いが誰からかかるかなんてわかんないよ、そんなの。
全体止まれ。患者先生方、前の方にお願いします。はい、気をつけ。ではただいまから1学期の終業式を行います。国旗掲揚、全体回れ右。皆さん、おはようございます。元気そうだね。明日からは長い長い夏休みが始まるね。有効に過ごそうね。で、それはいいんですけども、今朝先生が新聞を読んでいました。で、新聞には社説というところがある。その社説ってみんな知ってるかな。社説というのは、私の新聞はこう思うというところの欄。そこにはこんなことが書いてありました。君たちみたいに小さな、子供たちが、熱中している熱中している、問題はテレビゲームと。死に方だぜ。やばいよ、ライフキング4。マジだよ、このライフキングの噂。怖いよ。はい。塾の夏期講習っていつからだっけ。8月1日か。そう、頑張ってちょうだいね。さて、今夜は何しよっか。今日学校でね。ん、なんでもない。今日は出前取ろっか。誠、何がいい？ミックスピザ。ご飯か麺にしなさい。じゃあ、何でもいい。来たら呼んで。部屋にいるから。ゲームばっかりしてないで、宿題済ませなさいよ。
持ってるやつばっか出ちゃったよ。あ、ちょちょだよ、ちょだよ。やったあ、僕これ俺もらったんだ。ひらち死んでんだよ、プリズマ役の宮川号は。嘘だ、死んでんだよ、プリズマ役の宮川号は。見たもん、この前のプリズマ。あれは幽霊なんだよ。信じなくてもいいよ、本当なんだから。プリケシ持ってると呪いかかるよ。骨が中から溶けてカスカスになって死ぬんだよな。そうだよ、そうだよ。嘘だ、宮川号の死ぬ時の苦しみがプリケシに乗り移ったんだよ。持ってると大変だよ。いう名前だっけ。亀井のり子、俺はあいつ好きなんだ。水田さん、森井のアシスタントをしてます。先日亡くなられた校長先生のことで少しお話を伺いたいと思いまして。太田先生、ちょっとすみません。ちょっと失礼します。これはクラスごとの集計でよろしいんでしょうか。それは学年で結構です。その真実と申しましょうか。7月20日午前9時16分死因は脳卒中。真実はこれだけです。でもユグドラシルの中ではずっとしゃがんでるから。そうだよ、しゃがんだまんまで後ろなんか向けないよ。だから右向いてしゃがんでる時は十字ボタンの右下を押しながらビームを2発撃つんだ。そうすればしゃがんだままでも向きを変えられるから、目の前のアウドムラをブラスターで倒してバリアのカプセルを3つ出してすぐ貼るんだ。毒面入ってバリアが切れそうになったらすぐカプセルを取っておいてずっと A ボタンを押しっぱなしにしとくんだよ。そうすれば瞬間的にバリアの張り替えはできるから。それやんないと毒面入ったらいちいちバリアの状態なんか見てらんないし。死んでるなんて絶対嘘だよな。
めちゃくちゃ嘘だよ、あんなの。望月っていつもあんな嘘ばっか言ってんだよな。なんであんな性格なんだろう。家庭が複雑なんじゃない。今日どうする。どうしようか。ライフキングやってる。やってない。俺も。今日どうしようか。リンダ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 。どっかで食事してく。うん。あ、そうそう、誠のクラスに亀井のり子さんっているでしょ。うん。お家がケーキ屋さんの。うん。あの亀井さんとこのケーキ危ないんだって。危ない。うん、食中毒が出たらしいのよ。マンション中の噂なの。バカみたいな話なんだけど、亀井さん家のあたりは昔お墓だったんだって。ひどいデマね。あ、お父さんだ。お父さんだよ。お父さん。はい、承知しました。失礼します。ごめんください。ただいま。またお店から入って。生まれた。まだ連絡ないけど。そう、お店の皆川さんとお兄ちゃんってすごく仲いいんだよ。ふん。おかえり。ただいま。お邪魔します。まこちゃん久しぶり。こんにちは。ただいま。おかえり。やる？いい。サトル君の技見てから。おやつよ。ここでいい？よこさないでね。すいません。まだ生まれそうにない？うん、まだみたいね。後で行くけど、病院。早く生まれるといいね。うん、いただきます。いただきます。いただきます。どっちがいい？妹とさ、弟。どっちでもいいな。妹だ、弟でも。
たちは小数の定義からやり直し、夏休み前に習ったでしょ。こんな基本的なことを今言ってるようにダメです。分からなかったらヒントの画面に戻るように、それから掛け算と割り算の問題が全部できたものはこの問題をやってみてください。送ります。これは今年の中学入試に出たものです。5年生習う計算の基礎が分からないとできないけど、皆様一度やったことがあります。入試で出るこういう問題を解けるようになる。ストーンヘイジの山中義行のギターに呪い、コンサートでギターから血が噴き出した。堺通りのおまわりさんは夜酔っ払うと近所の子犬を殺して回る。本庄久美子のラジオ番組を聞くと翌日家族か友達が死ぬ。影のない転校生に注意、日が暮れると目が光って血を吸われて殺される。クッキーズの生写真を持っているとさらわれて爪を剥がされます。ポメラニアンの子犬とじゃれて遊ぶ CM を1日4回見ると3ヶ月後に死ぬ。カラリアの犬男に呪いの噂、見たら死ぬ。野村くんのお母さんは飼っている猫を電子レンジで焼き殺してしまった。チェリーズのニューシングルの中には自殺したメンバー涼子の助けてと叫ぶ声が入っている。固めの黒猫を抱いたおばあちゃんに会うと3日以内に死ぬ。主人公は夜タクシーに乗るシーンの窓ガラスに死んだスタッフの顔が映っている。その顔に気づいた者は4日後に高熱を出して死ぬ。プリンスバーガーにはミミズの肉が入っている。倉庫の中はミミズでいっぱいだそうです。満月堂のバースデーケーキを食べると夜中に金縛りに遭うそうです。朝日屋のパン工場で職人さんが死んでタンクの中で腐っていたらしい。スーパー東丸のハムから子供の指が出てきたそうです。明星カップスペシャルを食べると体に鱗ができて白い蛇を吐いて死ぬ。大里くん、掛け算の問題できましたか？画面見ますよ。何問間違えましたか？2問は多いですね。それではヒントの画面を出してみてください。何ですか？質問があるならキーを押しなさい。帰ってちゃんと寝た方がいいな。帰りなさい。帰ります。君、黒見山小学校でしょ。この間校長先生が亡くなられたでしょ。朝礼の最中にその時のことを聞かせてくれないかな。何でもいいんだけど。藤丸君の特注マイクに怨念、口ジャンの人形が夜踊るのを見ると死ぬ。深夜の天気予報で晴れのお日様マークと雨の傘マークが同じ数だったら翌朝交通事故で子供が死ぬ。なんで私の写真なんか撮るの？すいません。さすがに詳しいな。なんか気持ちの悪い噂話ばっかりだよね。どうなっちゃってんのかな、子供たち。こんな話をわざわざ聞きに来たの、お兄ちゃん。子供たちの噂のおかげでタイアップイベントは延期になったり、視聴率が6分の1まで落ち込んだり、輸入が見送りになったり、そんな話が最近ゴロゴロしてるんだよ。信じられないだろう。ね、子供たちって。ねえ、これ知ってる？振り消し。
呪いがかかってるって言って怖がってね。みんな私んとこ置いてくの。どうなっちゃってんのかな、子供たち。あ、君こうやってる？やってない。メロライフってどういう意味？ライフがないんじゃないの？宇宙があんまり広いから、星の光が地球に届くまでにすごく時間がかかるんだ。僕らが今見ている星の中にはもうなくなってしまった星がいくつもある。今はもうない星の光を見てるんだ。信じろよ。早く捨てろって言えよな、プリケッシュ。呪いかかったらどうすんだよ。血が黒くなって死んじゃうよ。二小の子がどんどん病気になってんだぜ。げえ。よ、この前週刊誌に載ってたもん。ミノチン、もうプリケシ捨ててるよね。捨ててるよ、呪いかかってるもん。じゃあなんで来ないんだろう、水泳教室。電話してみようよ。電話。話中？呼んでるけど出ない。まだ？まだ。死んでないよね、ミノチン。ミノチン？ミノチン？
生きてた。なんだよ。うん、そっか。なんだ。なんて。ミノチン、おじいさんが具合悪かったんで水泳教室休んでたんだって。なんだ。もしもし、もしもし。うん。え、何？行ってもいいの？一昨日とか大変だったんだ。死ぬかもしれないって。死に目に会えないと困るからずっと家にいろって言われてさ。見てみる？おじいちゃん。うん、友達来た。お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。もうダメだってみんなで言ってたらさ、いきなり元気になっちゃって。鬼退治の夢見てたんだって。でさ、まだまだ大丈夫、わしは死ぬまで生きるんだから、だって。死ぬまで生きる？そんなの当たり前じゃん。ミノチン学校来ないからどうするのかと思っちゃって。望月とかさ、もしかしてミノチン死んでたらお前らのせいだぞとか言ってんだぜ。プル消し捨てるよ、これ。すげえ。でも、もう捨てることに決めたから。かかっちゃうもんね。もういいよ。プリキシは身代わりになって死にました。でも天国に行ったのでよかったと思います。天国に行けば呪いも解けると思います。終わり。以上終わり。
ゃん怖くないでしょ。兄ちゃん怖くないでしょ。最近またライフキング4やってんだけどさ。ライフキング4？ 敵が強すぎてすぐ死んじゃうんだよな。たまんないよな。最後まで行くやついるのかな。いねえよ。デマの群れにどう対処すればいいかなんて一言も言ってません。今子供たちの間に飛び交う噂はどれもこれも死にまつわるものばかりだと思います。個人の死を鋭敏に感じ取ることのできない日本の子供たちですけれども、彼らはその代わり集団の大きな死を感じ取ることができるのかもしれません。いわば死にながら生きるライフスタイルの確立と言っていいんじゃないかなって僕は思っているんですけれども、そしてそれに慣れてそれに適応していくことが彼らには大切だと思います。新しい子供が新しい大人になるための一つのステップなんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれど、
ノーライフキングの呪いがかかって一家心中した家族がいます。ライフキング4をお母さんに取り上げられてしまって呪いを解くことができません。うちの店が潰れて毎日お父さんがお母さんをぶちます。誰かノーライフキングを倒してください。ノーライフキングが解けなくて自殺した子がいます。でも最後まで行けば呪いは解けると思います。東京はどうですか？みんな元気か？夏バテなんかしてないかな？フラッピーは入ってるね。怖いけど解かなきゃ死ぬから頑張ります。全員出席みたいだな。夏休みは一番大事だからな、今日は先週の金曜日の続きをやります。じゃあその前に今日の元気を選んでみよう。誰かと思ったら水だ。よ、ちょうどいいとこで会ったな。頼みあるんだけどさ。お前森井明幸のとこいるんだろ？ああ。連絡取れないかな、森井に。コーヒーお願いします。どこにいるの、森井さん。取材したいんだよ、うちの雑誌でさ。教えない。また水田ちゃん、みんな困ってんだよ。代議士の甲田健次郎、さっき辞職したよ。あんなつまんないことでさ。それに神田のステーションビル着工が延期になったっていうし、船橋の境屋、あれがもう新装開店直後に。あれだけ知ってりゃ森井に会っても聞くことなんて何もないよ。その情報操作してんの森じゃないの？最近雲隠れしてんのもそのせいじゃないかってさ。みんな狙ってるぜ、森のこと。デマだよ、デマ。日本初めての世紀末はデマしか生まないんだよ。
そのデマの生みの親、解かなきゃ死んじゃう呪われたゲーム、ノーライフキング禁止キャンペーンが始まるぜ。これは盛り上がるよ。問題はテレビゲームなんかじゃないって森言ってんの？ノーライフキングなんていう呪われたソフトはこの世の中に存在しないんだよ。ライフキング4が全国で何万本売れたと思ってるんだ。解くやつがきっと出てくるよ、きっとね。そんなことが問題なんじゃないんだ。呪いの振り消し、お前にやるよ。やると大変なんだ。みんな死んじゃうって言っても聞いてくれないし。何これ？ハーフライフ。ライフキングが暗黒迷宮を進んでいくとき、体にダメージを受けると、その部分が小さなライフキングになる。これは何？賢者の石。賢者の石？ハーフライフが自爆するときに残すんだ。それが賢者の石。お母さん、メロン、笛の音、森、満月。ハーフライフが好きだったものが封じ込めてあるんだ。ハーフライフがここにいたということをみんなが忘れないように。身長は 139.7 センチ、 体重 29.2 キロ、 普通の子より少し早く生まれました。今は母と二人暮らしです。母の名前はマミコです。
出しております。発信音の後に怖がらずにメッセージをどうぞ。こんばんは。どこ帰りですか？今塾の帰りが大変だな。おじさん会社の帰りだよな。あもう我が家がすぐそこ。やだよなこういうとこだな。遠慮しようか。何を第一次思春期って知ってるか？お前それ説明してあげようか。エレベーターの中で。セイファミコン返して。もういい。ごちそうさま。マコト、マコトがおかしくなっちゃうと母さん悲しいのよ。あんまり遠くへ行かないでよ。お願いだから。まこと、じゃあさ、僕が今、僕が死んだらどうする？誠が死んだら死ぬわけないわよ。誠は若いんだから。母さんは100まで生きるつもりだから。誠はその後。
ハロー。ハロー。みんな元気か？201の鳥羽千香子です。はい。鳥羽千香子ちゃん。はい。少々こちらでお待ちください。私立だと中の上ってとこかな。中の上ですか。まああとは本人の頑張り一つですよ。まだ十分時間はありますし、上の下でも上の中でもいけますよ。誠くんね、もう少し一生懸命やれば2学期の成績ぐっと変わってくると思うんだよね。先生と約束してくれるかな。2学期一生懸命やって各教科の偏差値3ずつ上げるって。一生懸命やってます。うん。もう少し頑張ってやってみせてくれるね、先生たちに。頑張ってます。意志は強いみたいだね、誠くんは。誠くん。大沢誠くんだね。はい。はじめまして、水田信彦です。
ちらは森井明幸さん。こんにちは。こんにちは。こんばんは。僕たち何をやってる人かっていうとね、トレンドシーカーって言ってね、わからないか。ここんとこずっと噂話ばっかり調べてたんだ。あの森井って人がよく言ってる言葉でね、僕にも意味はよくわからないんだけど、新しい子供が新しい大人になるために新しい試練をクリアしなければなりませんって言葉知ってる？どうか新しいリアルを見つめてください。何度も繰り返し読んでるうちに覚えちゃったよ。新しいリアルって役に立ちそうかい？わかりません。森井さんの頭って大きいね。ノーライフキングだろ。ノーライフキング持ってきたんだろ。怖くないの？怖いけど解かなきゃ死ぬから。じゃあ友達いれば早く解ける？これはい、治水でございます。はい、ちょっと待ってね。一番にお友達。はい。アキラくん、サトルくん、頑張ってノーライフキングをクリアしてください。お願いします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 。まただ。Thank you.
ミノル、お母さん、おじいちゃんと病院行くから。わかった？はい、梶間屋ですが。大沢誠？俺の友達だけど。沢誠一人じゃノーライフキングに勝てないんで仲間集めたんだ。知ってる知ってる、今度は5人で戦うんだよ。ゲームの天才少年もいるんだって。それ仲間で悟るだよ。あんまり喋んない子でしょ。みんなで協力して呪いのライフキング4を解くんだ。ノーライフキングを？あれ、死んでないよ、生きてるよ。今日さ、うちにおいでよ。マサル、見においでよ。マサル、僕の弟。とてもゆっくり。とてもゆっくり。お医者様もとてもゆっくりだとか言って。いろいろあるんですね。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。
マサル、出してあげていい？これか。起きてるよ。こっち見てる。まだ目が見えてるかどうかわからないんだって。もう見えてるよ。こっち見てるもん、じっと。ちっちゃいて。泣かないね。泣いてる場合じゃないもん。
誠くん、外に出てみてください。リアルですか？
リアルです。ライフキング4終わった？
終わった終わった終わった。エブリーいくつだった？47 46僕たち35俺47。うちのおじいちゃん死んじゃった昨日。おじいちゃん死ぬまで生きたんだ。